今日は12月26日、まあ、午前10時15分ですね。昨日、おとと、あ、昨日か。昨日の早朝雨が降って、ちょうどいい湿り具合じゃないかなということで、大体3週間ぐらい雨降ってなかったんですね。それ以上かな。はい。ほとんど。で、昨日、ここをトラクターで耕運しました。で、こういう状況です。黒マルチが、こんな感じになってますね。だから、それを今、拾い集めてます。一年じゃ完全には、拾い集めきれないだろうから、2、3年、ちょっと中に埋まってるのもあるはずですよね。はい。まあ、こういう作業を続ける必要がありますね。まあ、本来はこうなる前に普通は剥ぐんですけども、ここはもうずっと何年も、お見返しを植えてたんですけど、その敷きっぱなしで、剥ぐのも 草だらけで剥げない状況でだったんで、もうこんな感じにしました。はい。だからあとは、こういうふうにして、手作業で拾い集める必要がありますね。はい。まあ、基本的に、クロムマルチとかそういうのをもう使わないようなやり方で今からはやっていこうと思ってますので、こういう状況には今からはならないとは思いますけど。はい。ことですね。はい。この辺が、あっちから拾い集めてきてですね、今。まだこれだけ全部する必要があります。はい。まあ、そういうことで、朝一回来たんですけど、ちょっとあんまり冷たすぎて で、靴下を、防寒の厚い靴下をもう一枚履いてきてなかったんで、冷たすぎたんで、ちょっと一旦帰って、ちょっといろいろやって、そういう防寒の靴下を履いてまた出てきました。あ、そういえば、また放射性廃棄物を放出しているみたいですね。どうも南風の時は完全には捕捉できませんけど、結構上がってますので、はい。そういうことで、また、まあ、定時の6時をやって、8時半をやって、次は11時にしようかなと思ってます。測定ですね。はい。そういうことで、今日は天気は良さそうです。明日の昼過ぎから雨が降るって言ってるんで、まあ、それに合わせてちょっと農作業もいろいろ考えてます。はい。そういうことで、撮影は終わります。